Z-19 司会エアショー2012において、低空飛行を試みる、Z-19 Z-19 別称、WZ-19 は、ハルビン飛機工業集団有限責任講師が、生産する、偵察、軽攻撃ヘリコプター。相性は、ブラックホアールウィンドまたは、ブラックサイクロン。Z-19 は、戦闘用に、 Z-9 をベースに改造したものである。初飛行は2010年5月と言われている。初飛行を行った機体とは別の試作機が2010年9月18に墜落で失われたと報じられている。2011年6月には初めて目撃される。少なくとも1機のテイルフィンは T 型配置に改造された。主海エアショー2012で飛行展示され、これが Z-19 の初の公開の場となった。2013年後半にはメインローターのマスト上にレーダーを搭載している機体が初めて目撃された。このレーダーを装備したバージョンは非公式に Z-19A と呼称され、2017年9月に天津国際ヘリ博覧会で再び展示された。ベースとなった Z-9 と比べ動態の幅は狭く、 細身となっている。座席は前方にパイロット、後方に射撃手が座る、タンデム配置となっており、衝撃体制を保持している。コックピットは防弾装甲板で防護されている。キャノピーは透明平板からなる。メインローターとテールローターを含むビブは、外見上は Z-9 と同じに見える。Z-9 は中国が AS365 ドーファンを ライセンス生産したものであり、そのメインローターシステムは複合材製のスターフレックスヘッドに複合材製の4枚ブレードを取り付けている。テール部には11枚ブレードを持つフェネストロンがある。フェネストロンの髪型には大きな垂直安定板がついている。フェネストロンの前方には水平安定板がつき、その両端には垂直安定板がついている。チュルボメカアリエルのライセンス生産版である。 WZ-8 の改良型の WZ-8 ジーターボシャフットエンジンを2発搭載する。出力は単発で 626kW、燃料搭載量は1020リットルとされている。機種先端には、レーダー警報受信機、電子工学、赤外線、レーザー目標指示ターレットを搭載する。メインローターマスト上部にミリ波レーダーを搭載する、タイプが存在する。 両翼合わせて4カ所の機外搭載品ステーションを有するスタブウィングには以下の兵装を搭載できる。Z-19 は2012年に軍への配備が開始される。Z-19A は2017年前半に限定的に軍への配備が始まった。2018年9月以来、かなりの数の Z-19 は機首両サイドにミサイル警報装置。 機種とコックピット前方に走行版を追加する回収が行われている。天津国際ヘリ博覧会2013において展示される Z-19 輸出型 Z-19E のスペックが公開されている。ありがとうございます。